おはようございます。旅行9日目の朝を迎えました。船の上としては6日目の朝となります。今朝はですねナポリに到着しましてカプリ島という、島に行きます。様々な交通手段を経て、青の洞窟というところに、行きたいと思うのですが、その青の洞窟に行くための小舟ですね、許可がですね、降りるかどうかっていうところなんですけれども、波があったりするとその青の洞窟は危険なので入ることができないんですね。今日はそこに行ける確率がおよそ 80% というふうに言われています。我々と一緒に乗り込んでいるお客さんは全員同じクルーズの乗船客の皆さんですね。この人らはほとんどがツアーで来ている皆さんですけれども、我々は、ツアーではなくもう個人で全てのチケットを手配しましたので、彼らとは別行動をする予定です。でこちらですね、こちらがチケットなんですけれども、このスナッブという SNAVという、船に乗っていくんですけれども、このスナブのチケット売り場がですね、もうあの Google マップに書いてあるところと全く違うところにありまして、これに関してはちょっとブログでまた詳しく書くんですけれども、船を降りましてまず2階に上がらされます。そこからまっすぐ歩いて降りた先には駐車場があるんですけれども、その駐車場、広い駐車場をまっすぐ行きまして、 Google マップでは右手にスナブがあるというふうに書いてあるんですけれども、それは全くの嘘で、スナップの チケットセンターがですね、駐車場をまっすぐ左の方に歩いていきますと、海沿いですね、港沿いに歩きますと、様々な、船会社のチケットカウンターがあります。その様々なチケット会社の船会社の一つにスナップがありますので、そちらでチケットを、購入してください。では、結構ね揺れる船なんですけれども、ここから50分ぐらいかけて、カプリ島、島の方へ参ります。では行ってきます。我々は今カプリ島の、バス乗り場に来ております。ここからですね青の洞窟の方へ向かうアナカプリという、場所へ向けてバスに揺られていきます。また、バスのチケットの買い方であったり、乗り放題券が1日6ユーロ、7ユーロなんですけれども、その券を返却すると1ユーロ返ってくるので実質、6ユーロでバス1日券を乗り放題券を買うことができます。で乗るバスがおそらくこういう感じのバスかなと思います。そんなに乗れないですね、なので我々はおそらく次のバスを待つことになりそうです。必ず混むというのを知っていたので、猛ダッシュで来たところこの程度の順番で助かりました。これ下手するともし10分後とかだったら100人ぐらい並ぶんじゃないかなと思われます。他にも小舟で行くルートもあるんですけれども、そちらの方はかなり、酔うという話も聞きましたので、安全な陸路で、行った方がいいかなというふうに我々は今回バスで行きます。さあこちらが青の洞窟の船ですね。我々は陸路から来ましたので、こちらの方に並んでおります。であちらの小舟組がですね、今終えた方ですかね、こちらは船組になります。こちらですね、あの船と小舟を行き来するんですけれども、これがですねピークシーズンだとこの小舟に2時間以上乗らされるようなこともねありますのでね、非常に大変です。お値段は1人14ユーロになります。一人一人のこの船頭さんですねに直接お金を渡すんですけれども、でそれとは別に、ちょっと多めにチップとして、例えば5ユーロぐらい渡しておくとちょっと長めに、楽しませてくれたり、歌を歌ってくれたりと、もう本当に船頭さんの気分次第で時間であったりとか楽しませ方であったりとか変わってくるので、本当にチップが安いと不機嫌になってもうちゃっちゃ終わらせてくる、ひどい船頭さんもいるようです。どういったルールで船が進んでいるのか分かりませんが、とりあえず我々は今船待ちといった状態になります。小舟に乗り込むところなんですけれども、あれですね、足びちょびちょになりますねその辺はもう確保しないといけませんね。必ず汚れてもいい格好で来てください。このびちょびちょの船に座りますし寝転びますし、頭をね、かがむ際にはもう背中はびちょびちょになるらしいので、もう全然ね汚れていい格好と濡れてもいい靴で、来てください。で乗り方は見ての通りなんですけども、結構ね大変ですね。乗り降り結構ね苦労しますけれども、我々はどうですかね、そこまで苦労はしないとは思いますが、やはりねこの揺れは結構怖いのがありますね。
すごい渋滞ですね。小舟の渋滞が、はい、一層一層、中に入っていくのですが、中もねそこそこ波もあって怖いですね、こういう感じで皆さん頭をかがんで頭を下げて、まあね、あの岩肌に頭をぶつけないようにっていうのはあるんですが、船頭さんね結構立って入る人多いのでね、そんなに頭ぶつける心配はなさそうですね。船頭さんたち、さあ今船に乗っております。あの狭い洞窟に入っていくんですね。すごいです。我々の方、こちらの船頭さんなんですけれども、すごいねいい方です。 Pay now the ticket. It's okay. 14 each person. Uh-huh. Okay. And after enjoy you, you want to give only the tip what you like. Thank you. Yes, sure. さあなんと船に乗りながらこちらでお金を払うところがあるんですね。すごいですね。ここで払う支払うんですね。で、この後によかったら、チップを渡してくださいということです。我々はこの方いい感じの方なんでね、7ユーロほどあげようかなと思います。まあ、いっぱい渡してあげるとね、絶対喜んでくださるのでね。はい、青の洞窟今から行きます。今日はベリーナイスウェザーっていう風に来ましたので、もう今日は最高の日だそうです。まあ、ちょっと波が高いように素人の我々は思ったんですけども、今日はもうベストコンディションらしいです。いや楽しみですね。で今こちらが船待ち状態です。船というか洞窟入り待ちの、行列です。すごいですね。本当に狭い駐車場の中に一台一台入っていくような感じで、でこの船頭さんも皆さんね仲良くおしゃべりしながらコミュニケーションしながら、一グループずつ入っていくんですけども、中が多分開けているみたいで、中でちょっとぐるっと回ったりするそうです。見てください、あの船、あの洞窟から出るんですけども、すごいですね。あれはもういやギリギリのタイミング見計らってますね。すごい。我々今こうやってかがんだ状態です。頭を下げないとこうやって頭ぶつけてしまうので、この中に行きます。さあまだ前に1台あります。さあ少しずつ入っていくみたいですよ。おー来ました、洞窟です。さあ本当にギリギリのタイミングで入るので、おー入りました。中入りました。青の洞窟です。すごい綺麗。すごい。アップセット。 OK。 Wow。 Hello my friends, excuse me. Turn around, look behind you. Wow. Hello, this is the sunshine. You see the reflection going to the deck. Uh-huh. You like it? Yes. It's beautiful. Wow, this is great. You like enjoying? Yes, we're enjoying. I want to spend with you more time. Yes. Yes. Mr. Enjoy you. You want to give a special tip to me? Oh, yes, 10, sure. 20, you decide. Okay. We'll give you 10. You give me 20. This is the old Brahman passage. こちら青の洞窟が、なぜ青いかと言いますと、外の太陽の光が反射して、この青色に洞窟の中が少しだけ明るく見えるということです。 Enjoy? Yes. Yes, this is great. うまいですね。すごい。結構いろんな人が歌いますね。Oh, yeah, sure. I need the fresh work. Fresh work, okay. いやこれは価値ありますね。
すごい。明日はおそらく入れないそうです。明日になると波が高くなってしまって、もう洞窟内危険と言いますか、そもそも波が高いと洞窟入り口が封鎖されてしまうので、入れないそうです。今日がギリギリだそうですけれども、この人に20ユーロあげようかな、10か20か選んでって言われたけど、この人今ねめっちゃサービスしてくれてるんでね。いやでもこれはね20ユーロの価値があるよ。まあ、本当にいいなと思ったらね、それ相応のチップをあげるとね、やっぱ本当に喜んでくださいますからね。 Yes, great. これはね、来れないですね。さあ、どんどん波が高くなってきました。これどん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 ね危険になってきたので、おそらくはあと 1,2 時間ほどでもう封鎖されてしまいそうです。結構いろんな方が、それぞれの船の船頭さんが、チップを多くもらうためにさまざまなねサービスであったり歌であったり口笛であったり、まあ、洞窟の中のガイド案内であったりいろいろとしてますね。皆さんそれぞれが独創的なやり方で、行っております。この船頭さん少し日本語もできましたね。まあ、そういったあたりもフレンドリーでみんな楽しんでるかーいとねよくケアしてくださってます。まあ、おそらく14ユーロというのはもうね皆さんの所属してる会に入るお金で、まあ、それとは別でやっぱりチップというのは個人に入るお金なので、個人に直接お金をあげた方がやっぱり喜ばれますね。さあ見てください、この青色、これが外の太陽に反射して青く輝いてます。さあこの渋滞だとね船同士がねよくガンガンぶつかりますからね大変です。海賊のような帽子をかぶった船頭さんもいますね。いやすごいですね。本当に一瞬のタイミングで、シラッ。いやー最高でした。いや本当にねもうなんか圧倒されて、カメラ一応撮ってはいたんですけれども、もうカメラ全然意識することもできないぐらい中の景色がねすごい綺麗で、あともう本当にわちゃわちゃでねすごいですね。いやー、まあ、中にいた時間はまあおよそ10分ぐらいではあるんですけれども、これはね大いに価値があるので、まあ、ぜひねナポリに来られる方はカプリ島青の洞窟チャレンジしてみてください。行ける日が結構限られてまして、今日がギリギリ行ける、なんか青の洞窟入れる確率みたいなのが、どっかでホームページがあるみたいでして、本日は 80% 入れるという予報だったんですけども、明日はおそらく、無理ということで 20% とかだったかな、はい、で昨日は、クローズしたそうです。ですので昨日は入れなかったそうで、今日は、まあ、その反動でかお客さんも多いようにも感じますが、ちょっとね波が高くなってきたのでなかなか、デンジャラスな船の旅になるかと思われます。